ABCDE の5人の算数のテストの平均点は67点でした。また ABC の3人の平均点は72点、 CDE の3人の平均点は65点でした。 C の得点は何点ですか。はい、じゃあこの問題、前回もよく言ってたことなんだけど、平均点から今 ABC の平均点がいくつでしたって言われて、その情報から ABC それぞれの点数を出すことは、できません。でもじゃあ何が分かるんだったっけ。平均点から何かを計算することはできたと思うんだけど、そう、前回もたくさん言ったように合計点、3人の合計点は出すことができるはずだよね。じゃあそれを使ってこの問題は解いていってみましょう。まず5人の平均点が67点っていうふうに言われてるので、5人の、合計点が分かるよね。 A と B と C と D と E の5人の平均点が67点だから、5人の和は 67×5 だよね。前回言ったように平均点っていうのはいろんな点数がある中でそれを平らにしてあげたものなので、67が5個分で全員の点数の合計になっているはずです。計算すると335点、 ABCDE5 人の合計は335点っていうことが分かります。それぞれの点数は分からないけど5人の合計は335です。じゃあ今度3人の平均、 ABC の3人の平均は72点、こっから A と B と C の3人の合計が 72×3 の216、これも分かるよね。同じように CDE の3人の平均点が65点っていうところから、 C たす D たす E、 これが 65×3 の195点っていうことが分かります。じゃあこの情報からどうやって C の得点出そうかなって思うんだけど、この合計のところ比べてみてください。まず ABCDE5 人の合計と ABC3 人の合計、この差ってある2人の点数の合計になってると思わない？そうだよね。 ABCDE の合計と ABC の合計の差ってD と E の2人の点数の合計になってるはずだよね。じゃあそれ計算してみると、 D たす E は 335-216 で119点になっています。じゃあさらに同じことをしてあげると、ここ CDE の合計と DE の合計の差って何になってるか。そうだね、 C の得点になってるはずだよね。3人の合計、CDE3 人の合計と DE2 人の合計の差って残りの C の部分になってるはずなので、この195と119の差の引き算してあげると76、これが C の得点になっているはずなので答えは76点です。難しくないよね。やってあげたことは前回もたくさん言ってたように、平均点からそれぞれの点数は計算できないんだけど、合計の点数は計算してあげられるよねっていうところから、 A から E の5人の合計、 A から C の3人の合計、 C から E の3人の合計を出してあげて、それを見比べることで結果的に C の得点が分かるよねっていう問題でした。ポイントは平均点からみんなの合計を出してあげるっていうところでした。僕がちょっとあれって思った人は基礎編よく復習しておいてください。はい、応用問題括弧に、 A 組の平均点は74点、 B 組の平均点は67.5点で、2組の全体の平均点は 70.5 点でした。2組の人数が合わせて78人につき A 組の人数は何人ですか。じゃあこの問題、前回やったように図にまとめてあげましょう。図にまとめるやり方覚えてるかな。一緒にやっていきましょう。はい、A 組の平均点が74点、この長方形が A 組全体の点数を表しています。縦が74だよね。人数は横幅が人数を表してるんだけど人数は分かりません。四角って書いておくよ。今度 B 組の平均点は 67.5 点でした。じゃあ B 組の点数も四角で書いてあげると、74より低くなってるので小さく書いてあげて、ここの高さが 67.5 で、こっちも人数は分からないので、じゃあ三角とかにしておくよ。2組全体の平均点が 70.5 点でした。3
さっきも言ったように平均っていうのはデコボコしたところをぴったり平らにしてあげたものなので、これ前回やったよね。2つの長方形を平らにしてあげると 70.5 点になる。これが2組全体の平均点が 70.5 点だったっていうことだよね。で、平らにしてあげるっていうのはつまりこの出っ張ってるところと凹んでいるところ、足りないところ、この面積が一緒だから平らにすることができるんだよね。こっちを移動してあげることで平らにします。じゃあこの面積に注目してあげればいいんだよね。同じ面積になってないと平らにして埋めてあげることができないので、左上の、オレンジの塗ったところと右下のオレンジで塗ったところの面積が一緒になってるっていうのを計算してあげます。じゃあこの、面積の縦それぞれ分かるよね。ここ74と 70.5 の差なので 3.5 です。じゃあこっちはいくつかなっていうと 70.5 と 67.5 の差なので3だよね。ここ大丈夫かな。ここのオレンジの2つ塗った部分の面積の縦はそれぞれ 3.5 と3になります。で、ここからが、ここまでは前回も出てきたようなところだと思うんだけど、ここからが、応用問題であるところです。じゃあ何が難しいかっていうと、今横それぞれ四角と三角でどっちも人数が分かってないんだよね。どっちかの人数さえ分かってれば、それとかける3だったり 3.5 することでこのオレンジで塗った部分の面積が出せるので、じゃあもう一個のオレンジの部分が同じ面積になるにはっていう風にして計算してあげることができるんだけど、今回はどっちの横幅も分かんないので今オレンジの部分の面積を計算してあげることができません。じゃあどうしたらいいかというと、ここでちょっと新しい知識かもしれないんだけど、今この左のオレンジの部分と右のオレンジの部分、縦の比が 3.5 対3だよね。じゃあこの長方形の面積を同じにしたかったら横の比はどうなるかっていうと逆比になります。逆比の3対 3.5 になります。逆比とかっていう言葉は比のところで勉強すると思うのでここでは、飛ばしちゃうんだけど、縦と横が逆比の関係になっていれば面積が等しくなるはずです。なので今縦が 3.5 と3っていうところから横の比が3対 3.5、 逆比で3対 3.5 になっているっていうことが分かります。じゃあ今これもう少し計算するために簡単にしてあげると、6対7だよね。どっちも2倍してあげることで整数同士の比にして、横の差は、横の比は6対7、左から6対7、四角対三角が6対7っていうことが計算できました。で、2組の人数が合わせて78人って言われているので、この6対7、合計が78人なんだよね。じゃあ、割合の計算でやったと思うんだけど、78のうちの6たす7、全体が13のうちの A 組は、左側この四角の部分だよね。なので6対7のうちの6の方なので 78×6+7 全体が13、そのうちの6、13分の6が、全体の13分の6が A 組の人数になっているはずなので、78、全体の78人に13分の6をかけてあげると答えは36人になります。 A 組の人数は36人です。今やったことを確認すると、まあ、この図を書いてっていうところは基礎編なので、基礎編のところ分かってなかったら復習しておいてほしいんだけど、今日新しくやったのはこの縦と横の比が逆比になっていれば面積が等しいよねっていうところで、逆比とかっていうのは比のところでも勉強してると思うんだけど、縦が 3.5 対3ならその逆の3対 3.5、 横の比は3対 3.5、 つまり6対7になってるよねっていうところから、全体の78人のうちの13分の6が A 組だよねっていうのが分かるので、 A 組の人数は36人っていう計算ができます。最後、応用問題括弧3。浜子さんは国語64点、算数62点、社会資格点、理科58点、英語96点で、社会の得点は5教科の平均より8点高くなっています。資格に当てはまる数はいくつでしょう。じゃあこの問題、5教科の平均点っていうのと、あと社会の点数が分かんなくてここを求めてねっていう問題なんだけど、この社会の得点と科
関係が出ているのって5教科の平均だけなんだよね。その他の教科と社会の得点に関して、情報はないので、この5教科の平均より8点高くなっているっていうところを使ってあります。じゃあさっきの問題思い出してあげて、今、社会以外の4教科の点数は分かっているので、ここから4教科の平均点は出すことができるよね。で、4教科の平均と社会の点数、この平均が5教科の平均点になるよね。当たり前なんだけど、4教科分の平均と残りの社会1教科の点数、これを平均してあげれば5教科の平均になるよね。これを使ってあげます。じゃあまず、4教科の平均出してあげると、64+62+58+96を4で割ってあげればいいよね。ここ分かんなかったら、平均算の基礎編確認しておいてね。合計が280になって、それを割る4しているので、4教科の平均は70点です。70点と社会1教科、これを平均してあげると5教科の平均になって、それよりも8点社会の得点が高いって言ってるので、これをさっきと同じような図にまとめてあげましょう。4教科分、この横は、科目の数を表しています。4教科分の平均は70点で、1教科分、社会1教科分の平均点じゃない、社会1教科分の得点は今分からなくて四角って置かれてるんだけど、この4教科分と社会1教科、これを平らにしてあげる、平均を取ってあげると、それが5教科の平均になっているはずだよね。じゃあその線書いてあげると、こんな感じ。5教科の平均が青い線で表した部分です。4教科の平均と社会の得点を平らにしてあげたものが5教科の平均になるので、この青い線が5教科の平均を表しています。で、これと社会の得点の関係が出てるんだよね。差が8点です。8点高いんだよね。この青い線よりも社会の点数は8点高いです。で、あとは今までやってきたのと同じ、この飛び出た部分とへこんでる部分、この面積が一緒になるから平らにすることができるんだよね。で、今回はこの右の上の右上の、青い四角見てあげると、縦が8、横が1教科分、社会なので1教科分、この面積が 8×1 で8になってるってことが計算できるよね。じゃあこの左下の部分の長方形も面積が8になってないとこう平らにすることができないはずなので、こっちも面積が8になるように縦を考えてあげると、横幅が4教科の4っていうことが分かってるので、 8÷4 してあげると2が出ます。つまりこの長方形、左側の青い長方形の縦が2っていうことが分かったよね。じゃあこの2っていう情報から、4教科の平均より5教科の平均の方が2点高い、つまり5教科の平均が 70+2 で72点っていうことが分かりました。ここ72点。じゃあ社会はいくつかなっていうと、社会の得点は5教科の平均より8点高いので、これにさらに8足してあげて答えは80になります。社会の得点は80点でした。今やってあげたこと整理すると、社会の得点と何の関係が問題文で教えてくれてるかっていうと、5教科の平均と社会の得点、この2つの関係についてしか社会の得点の情報はなかったんだよね。だからここを使ってあげたかった。じゃあここを使うにはどうしたらいいかっていうと、5教科の平均を考えてあげたいんだけど、じゃあそのためにまずは残りの4教科の平均を考えてあげました。そうすると70点になって、4教科の平均70点と1教科分の得点、この平均が5教科の平均になるはずなので、この情報から、この長方形の図を書いてあげることができるよね。図にまとめた後はもう基礎編と一緒で、平らにするためには出っ張った部分とへこんだ部分の面積が同じになるように、縦と横の長さを決めてあげればいいよねっていう計算をするだけなので、ここは基礎編分からなかったら基礎編復習しておいてほしいんだけど、大事なのは今問題文で教えられている情報から自分で分かっていることをしっかり計算したり図にまとめてあげるっていうところです。じゃあ今回、平均算の問題について、応用問題を扱ったんだけど、大事なのはもう一回言うと、情報を整理して図にまとめてあげることです。あと応用問題括弧1は平均点から合計点は計算できるよねっていうところがポイントでした。
かり復習しておいてください。バイバーイ。